こんばんは。ハフポスト日本版の中村かさねです。 SDGs について日常会話から考え会話するライブ番組ハフライブ。これまで毎月 SDGs について様々なテーマで番組をお届けしてまいりましたが、今月をもって一つの区切りを迎えることになりました。そこで11月は2030年への提言と題しまして、3夜連続で番組をお届けしていきます。初日の今夜は気候危機を乗り越えるために今私たちに必要な視点というテーマでお届けします。もちろん MC を一緒に務めていただくのはアルカ CEO でクリエイティブディレクターの辻麻子さんです。辻さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろなテーマで、ね、長くにわたってお話ししてきましたが、はい、ちょっと集大成の3夜というところで楽しみにしてきましたが、はい、ちょっといつもと場所が違いますね。ありがとうございます。気づいていただいて、実はですね、新しいオフィスとスタジオを引っ越しまして、うん、今日は原宿からお届けしています。新鮮ですね。ちょっと綺麗な夜景とともに、はいはい、でこの気候危機というテーマもですね、ハフライブでは何度目か のテーマになるんですけれども、本当にもう今待ったなしという状況が差し迫ってきている中で、うん、そうですね。なんかこういろんな角度からこれまで取り上げてきましたけれども、学んでいこうっていうフェーズから本当はもともとそうだと思うんですけど、うん、特にここ1年で、はい、いろんな影響がさらに可視化されて、いよいよ待ったなしというか、もうすでにだいぶ時すでに遅しとも言ってしまっていいんじゃないかっていうくらい、うん、本当に直近に迫っている課題になってきているので、はい、今日は学ぶっていうだけじゃなくて、実際にどんなアクションができるのかということも含めて皆さんと一緒に語っていけたらなと思っています。はい、ありがとうございます。ちょっと先にゲストのご紹介する前にこちらをご覧いただきたいんですけれども、今辻さんもおっしゃっていたようにですね、この気候危機がなぜやばいのかという話、この SDGs17 個のゴール、平面で見ているとわからないんですけれども、ちょっと立体的に示した図があります。ウェディングケーキモデルとも言われているもので、見たことある方もいらっしゃると思うんですけれども、この経済社会環境という17のゴール、実は3つの階層に分けることができるんですね。でこの経済、一番上にある経済の発展というのは、実はその下にあるこの社会の安定、安定した暮らしですとか平和というものなくしては成り立たない、そして持続可能な経済や社会の発展というのは一番下にあるこの地球環境の支えなくしては成り立たないという中で、今この気候危機、そして生物多様性の損失などといった、まあ、この環境がですね、壊れてしまうと、その上にある社会経済も成り立たなくなっていくという危機が、まあ、訪れているということなんです。でそういった中で今エジプトでは国際会議が開かれています。今日はそのあたりの話もしながら、実際に気候危機どう乗り越えていけるのかという点を話し合っていきたいと思います。早速お一人目のゲストをご紹介します。気候科学者で東京大学未来ビジョン研究センター教授の江守正太さんです。江守さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。江守さんはこの COP27 どんな点を注目されていますか？今回すごく難しいコップだと思っていて、はい、っていうのはグレタさんが行かないっていうのはありますよね、はい、であれなんで行かないかっていうと活動家が弾圧されたりとかですね、うん、今の政権は今非常に難しい政権であって、はい、そこで開催されるCOPだということで、非常に何ていうか受け止め方は難しい感じがしてます。そうですね、今日はそのあたりも話し合っていきたいんですけれども、実はその今エジプトに日本の環境活動家の方がいらっしゃっています。今日はそのエジプトからリモートで番組にも参加してくださいます。お二人目のゲストです。環境活動家で鹿児島大学3年生の中村涼香さんです。中村さん、よろしくお願いします。お願いします。中村さん、今エジプト現地ではどんな様子ですか？そうですね、私今ホテルから番組に出演させていただいてはいるんですけれど、すごく暑くて、また今回の開催地がリゾート地っていうこともあって、はい、市民活動というものがこう街中で見ることができず、会場に行ってからようやくなんか熱を、会議のこう熱を感じるっていう場面に出くわすという形ですかね。ちょっとなんか心がすごい寂しいような形でもあります。はい、なるほど。中村さんはこの今 COP27 はどんな目的で参加されてるんですか？そうですね、私自身レコード 1.5 というプロジェクトの中で COP27 で出会った、はい、アクティビストであったり、企業の方々、そして政府関係者の人たちとを取材をしてドキュメンタリーを撮るというものを作っていくというものを行っています。今も絶賛取材中、制作中です。どんなことを期待してますか、この COP27。
そうですね、あの会議場の中では話されるのはやはりロス&ダメージ、うん、あの損失と被害っていうところがやはり大きな、はい、まあ、議題になるのではないかなと言われていますが、それ以上に私はそうこの会場の、まあ、中の外というか、こう会議だけではなくその外側であのアクションしている人、アクション活動家であったりだとか企業の人々であったり、そういうあの対話というところもちゃんと移していきたいなと、はい、あの関わりを移していきたいなと思っています。なるほど、ありがとうございます。 COP26、 この去年の COP ではこのアクティビストたち の、 あのこう活動というのがかなりクローズアップされた印象があったんですけれども、まだ今回はそのあたりというのはちょっと見えてきていないですよね。まあ、だから今回はある意味こう制限されているということがあるんだと思うんですよね、はい、外からグレタさんなんかも発信はされていくんでしょうか。そうだとは思いますけどね、うん、だけどまあやっぱりそのあの行くかどうかっていうのはまあ一つの多分選択だったと思うんですけれども、それで鈴鹿さんたちはあのクラウドファンディングして、はい、それでドキュメンタリー撮ってくるぞって言って、まあ、僕も応援したんですけれども、それで、まあ、もちろんそしたらあの行くことはもちろん決まってたんだと思うんだけど、やっぱりその、まあ、グレタさんとか、まあ、ある意味で行くべきでないというふうに言ってる人たちもいる中で、多分葛藤があると思うんですよね、鈴鹿さんの中でもね、あの髪型に現れてると思いますけどもあのその葛藤がね、僕は見てみたいなっていう、その葛藤の中で、彼らが撮ってくる映像っていうのを僕はすごい楽しみにしてる。はい、中村さん、この取材活動、撮影っていうのは順調に進められていますか。はい、そうですね、今日はあの開催から3日目になりまして、昨日からようやくですね、まあ、あのサイドイベントが少しずつ始まっていて、うん、今日からグリーンゾーンという結構全て全体で動くようになってきました、うん、で、なんですけどやはりこう活動家の人たちとこうもう結構インタビューをさせていただいておりまして、はい、聞いている限りアクションは起こしづらいということで、今日もあのですね、緑の服を私着ているんですね。緑なんですね。まだあのこれはローンチされていなくて、はい、きっと今後ローンチされていくとは思うんですけど、あの日によってこう活動家たちが統一した服の色を着ようっていうあのアクションをしていて、で聞かれたらなんでこの服を着ているのかって答えるようなっていう、こう無言のアクションっていうのが今後あの会場内では特に行われていくんじゃないかなと期待はしていますが、やはりこう危険を犯さなければいけないっていう状況にあることは間違いないと思います。三辻さん、この無言のアクション、はい、あのね、髪の毛を剃ったのもそういうことですよね。実際に現地に行かれていて、うん、それこそ活動家の方々と交流もあると思うんですけど、現地でちょっと これまでのことと違う空気だったりとか、動きづらいなって感じたりとか、ちょっと、まあ、危険まではいかないかもしれないですけど怖いなって感じる、うん、ちょっと抑圧された空気みたいなのを感じることって実際にありますか。そうですね、私自身あの26以前は行ってなくて、映像での確認であったりリモートでこういろいろな人とこう交流をするでとどまっているので、こうすごい比較はできることではないとは思うんですけど、やはりあの前回と前々回が欧州での開催でプラカードをあの街中で掲げたり、あの絶対にデモ行進、それに対してこうコップの近くでデモ行進が行われてたのに対して、今回はそのデモ行進がきっとないんじゃないかなっていうのは間違いないかなって思っているのと、あとはこう警察官が銃を持っている、もう明らかに銃を持っているのに対して、ここでやはり声を上げるって相当なこう覚悟が必要だなっていうのもあの感じています。なるほど、ね、今あのそのね、コール&レスポンスのあるこのデモ行進もないというようなお話もありましたし、あとさっきあの冒頭にあの中村さんが言っていたそのロス&ダメージというのが今回のテーマだというようなお話もありました。この気候危機を乗り越えるためにですね、あの忘れてはならない視点というのはこれまでハフライブでも何度かお伝えしてきたんですけれども、気候正義というの視点があります。スライド出ますでしょうか。はい、あのですね、はい、気候変動とその影響という、まあ、これはあのスライドなんですけれども、この CO2、 世界のこの CO2 排出量のうち7割が上位10カ国から出されているというようなデータもある中で、その余波を受けている負の影響が直撃しているのは弱い立場の人々、特に途上国の方ですね。そういった方たちにこの負の影響というのが直撃しているというような状況があります。本当にこの江守さん、この気候変動の問題というのは環境の問題だけではなくて、格差の問題とかその不平等の問題とか人権の問題なんだということはあのこれまでも注目してきたとは思うんですけれども、今改めて本当にこれが大事なんだということを訴えていかなければいけないフェーズだなと思うんですけれども、
そうですね、まあ、あの国単位で見るとおっしゃるような構造なんですけれども、やっぱりまあ同じ国の中でも富裕層がいて、はい、で社会的弱者がいて、はい、でやっぱりいろんな意味で虐げられている人たちっていうのがいて、でその人たちのことをやっぱ本当に考えていかないと、まあ、気候変動について声を上げる資格ないみたいな、うん、まあ、そういう議論っていうのも最近出てきていて、はい、まあ、非常にこう、まあ、深く考えさせられるところがあるなと思ってますね。一方でですね、この途上国と先進国の対立というのも、あのこの COP の中ではちょっと浮き彫りになってきている点もあると思います。このあたりはどうご覧になってますか？はい、まあ、これあのもちろん気候変動枠組み条約できてからずっと、はい、あのその構図がある意味で続いていて、うん、でまあ、京都議定書っていうのは先進国だけがあの対策を、はい、約束するあの枠組み で、はい、でパリ協定になってもう中国インドもやらないと意味ないっていうことで、まあ、みんなで、まあ、自主目標でいいから、その対策を、まあ、義務付けようと、まあ、ただその達成するかどうかには、まあ、罰則はないわけですよね。でそういうあの枠組みで、まあ、みんなで、盛り上げてやっていきましょうみたいな形で始まったわけですよ。だけどやっぱり始めてあの しばらくやってみると、あの、まあ、先進国がですね、発展途上国にあの、まあ、お金を出すっていう、はい、支援するっていう、1000億ドルですか、っていう話が、まあ、約束してたんだけれども、うん、そのお金があの足りてないと、はい、いうことなんかがありまして、でそうするとやっぱり途上国から見ると、先進国はあの我々の結局成長を押し付けてるって、結果的にそういうことになるじゃないかと、はい、いうふうにやっぱり見られている、まあ、その構図っていうのが、まあ、あの前回今回、まあ、非常に強まってるんじゃないかなと思いますね。うん、中村さん、あの現地から見ていて、この途上国と先進国のこの立場の差というのはどんなふうに見えますか？そうですね、あのグレタが来なかった理由の一つとしてもここあると思っていて、はい、こう、まあ、そういう途上国と先進国ってあの一口には言えず、例えばこう黒人と白人であったりだとか、まあ、その間のアジア人もそうですけど、こう人種的に虐げられている人たちがもっといるから、その人たちの席をこう譲るっていうのもきっとグレタの一つ の、 あの行かなかった理由でもあると思うんですね。でそういう意味では国連はだいぶこう先住民族であったりだとか、まあ、いわゆるこうあの人種的にマイノリティの方々を、まあ、スピーチの壇上には上げるようにはしているのかなっていうのは、はい、あの現地にて感じますが、でもこうそれがきっと国際会議だからなんですよね。あのそうじゃなくて、きっと地域に帰れば彼ら自身命が狙われる身でもありますし、あのそこが国際的な場でこう実現してるからといって、あの海外、まあ、自分の自国でそうなっているかっていうのはまた別問題なので、そこがまだあの追いついていないなっていう場所ではあるとは思いますが、なんか逆に国際会議がみんなで集まってエンパワーってできるっていうか、こう励まし合える場ではなってるなっていうのは、あのアクティビストたちの笑顔とかこう活気あふれるあの姿を見ていて思います。うん、辻さんどうですか？そうですね、なんかこう、まあ、声を上げるってそれこそ、まあ、どんなアイデンティティを持っている人だったとしても、あの普段の生活もある中でやっぱり楽なことでは当然ないし、はい、目の前に危機も迫っていてなかなか声も届かない中で、あのそれこそ若い世代からすると大人たち何やってるんだって、うん、あのような声も、ね、たくさんありますけれども、なんかそういう状況の中でさらにその中でもマイノリティの人たちがより声が上げづらい状況になっているって考えると、あのそれこそダブルマイノリティどころの騒ぎではないというか、あの活動家の人たちがいるから進んでいることってたくさんあると思うんですけど、あのその外側にいる人たちっていうのもやっぱりサポートする方法、さっきクラウドファンディングの話もありましたけれども、あの声の上げ方っていうのもサポートの仕方っていうのもたくさんあるべきだなっていうのも改めて思いましたし、今現地でこうやってあの行かれていらっしゃるあの鈴鹿さんに対しても私たちちょっと応援のエールをたくさん送っていかなきゃいけないなというのも改めて感じます。でもあのその気候変動の影響を最も受ける人たちというあの、はい、その人たちにあのマイクを持たせようというような動きがある中で、はい、このアクティビストたちの声が封じられているというのがなんかすごく矛盾だなというふうにも感じますし、あのだからこそ中村さんが今こう現地で撮影をして届けようとしているこのドキュメンタリーというものにも意味があるだろうなと思うんですけれども、うん、中村さん、このドキュメンタリーではなんかどんなことを届けたいというふうに思ってますか？
そうですね、あの本当はあのメディアがこの役割をやればいいんじゃないかって正直思っている部分はあの正直は思ってはいたんですけど、うん、はい、やはりこう私がこうコップを追っていく中で感じているのはやはり焦点に当てられるのは会議場の中で話し合われる議論であったり、まあ、首相たちのこう発表リーダートップリーダーたちの発言なんですけど、それ以上に彼らをその発言まで追い込んでいること、そしてあのそういうなんて言うんでしょう、この国際的こう海外というよりは国際的な場でいろんな人種の人々であったりジェンダーであったりだとかこう属性を持っている人が集まるときにいろいろな配慮が見られたりするのがすごいなっていうふうに思っていて、そういう意味の何て言うんでしょう、いつもメディアでこう切り取られるような発言だけではなくてその雰囲気さえをまず伝えないと危機感、はい、本当にこう駆り立たせているのは何なんだろうかっていう、こう原点を皆さんにこのドキュメンタリーを通じてあの私が住んでる鹿児島にも特に届けたいなっていう思いがすごく強くあります。ありがとうございます。いや本当にメディアとしては耳が痛いあの話だったなと思うんですけれども、中村さんのアクティビストでもありますけれども、やっぱりそのある意味日本人としてその先進国の一員としてのあの立場っていうのもあのあると思いますし、また世界全体で見ればこの日本が属しているアジアというのは実はその気候変動の影響をたくさん受けるというふうに言われているエリアでもありますけれども、そのあたりのそのアイデンティティのねじれというか、なんかそういったものって感じたりしてますか？そうですね、あのメディアの中では特にこう COP26 もそうでしたけれど、あの若者日本でこうメディアで取り上げられるときは、はい、私が若者としてこう映されて、はい、うん、将来の被害を最も受ける世代だっていうふうに映されるんですけど、じゃあ一回こう日本からこう足を踏み出してみると、なんか日本ってだいぶこう二酸化炭素も含めた温室効果ガス出して相当出していますし、そういう意味ではあのなんて言うでしょう、私の方がこう加害者だっていう意識がすごく私は強くなってきたんですね。というのもこう昨年の今年の6月にあのスウェーデンで行われた国際会議に参加して、はい、あのまあパキスタンの少女にこう私たちの政府あなたたちは何をしているんだと、あの私たちの政府を変えてくれないしエコサイドジェノサイドなんて止まらないんだっていう風な話を聞いて、で自分が国に帰ったら命が狙われるっていう風にいうのをこう間近でこう目の前で聞いたときに、私に向かってじゃなかったはずなのに私にすごい言われているように感じたんですね。でそのこう日本に住んでるのに日本の大人たちを変えられてない自分にもすごい責任を感じて、この自分の属性もすごい考えましたけど、こう皆さん自身も考えてほしいって思いもすごい強くなって、こう向き合うような葛藤を取り続けるようなあのドキュメンタリーを作ろうっていう、すごいそこで決心を COP27 行こうっていうふうにしたところでしたね。江守さん、このあたりちょっと今あのいろいろ鈴鹿さんからお話ありましたけれども、この若い人たちの声っていうのは日本ではなんか本当にあのちょっとこう偏った見方をされがちなところもあのメディアのそれは責任もあると思います、あるんじゃないかなという気がしてるんですけれども、やっぱり江守さんのこの今までいろんな方たちがこの気候変動という問題に対して声を上げているのをあのご覧になってきたと思うんですけれども、そしてその一員だったと思うんですけれども、なんか今中村さんの話ってどんなふうにお聞きになりますか？そうですね、僕はあの最近見ててすごく思うのは、やっぱりそういう、まあ、なんていうんですかね、自分の国はほとんど CO2 出してないのに大変な目に遭ってるっていう、そういう人のことを想像したときに、あるいはそういう声を本当に聞いちゃったときに、あの本当にその自分の加害者性みたいなものに気がついて胸が痛くなるっていう、まあ、そういう感受性を持ってる人と、まあ、そうでもない人が、まあ、正直言うといるのかなって気がするんですよね。それでもうそれを、まあ、鈴鹿さんとかすごいそういう感受性を持ってる方なので、もう駆り立てられるようにして、こうやって動いてると。で、まあ、それがあの、まあ、たまたま感じられない人にはあのやっぱりこれあのなんかあのこの人たち意識高くて一生懸命やっててみたいな風に見えちゃうっていうことは、やっぱどうしてもあの現実問題として起きてるのかなと思うんですよね。でまあ、あのそういう言い方するとあの感じられる人がいい人ですごい人で、はい、そうじゃない人はダメだみたいにあの聞こえたら良くないと思うんですけど、それはやっぱ多様性なので、あの、まあ、そこに感受性がない人はまた別のところに感受性があるかもしれないし、でそれはそれでいいと思うので、だ自分はあのそこまでその気候変動自分にとってはそこまでのプライオリティじゃないんだけど、そうやってあの感じて動いてる人のは応援したいなっていう、あの、まあ、自分はそこまで動かないけれども、
応援したいなっていう気持ちになってくれる人がもっと増えたらいいなと思うんですよね。どうしてもね、なんか立派な行動してる人見るとなんか自分は立派じゃないって言われてるような気がして反発したくなるんだと思うんですよ、人の感情って。自分もよくそういうことあるのでだからなんか反発する人多いんですけど、もっと素直に応援できる人が増えていくといいなっていう感じがしますね。辻さんはついこの間までバングラディッシュ、バングラディッシュも本当にこの気候変動の影響を大きく受ける国ですけれども、行かれていて何か感じたこととかってありますか？ちょっと具体的にどういうことがバングラディッシュでいうと問題になってた、なっているかというのをちょっとご紹介できればと思います。これ2017年の17年、ロヒンギャ難民の難民キャンプです。ミャンマーで国の中で迫害を受けていたロヒンギャの方々が、バングラディッシュに移動して、今でもかなりの人数の方が難民キャンプで暮らし続けていて、それこそもう2022年なので5年経ったというのが今の状況なんですが、砂だらけです。そうなんです。もう1枚の写真をお願いします。これ今です。緑が増えましたね。はい、緑がおっしゃる通りで緑がだいぶ増えました。はい、で例えば具体的には洪水もそうですし、サイクロンとかもそうですし、いわゆるそういう天災的な災害が多い中で、モンスーンでの影響がバングラディッシュでは多くて、実際これほど緑がないと何が起こるかというと、地滑りで実際に特に日本みたいな頑丈なビルだったりとか、家だったらまたちょっと違うかもしれないですけど、実際に行ってみると竹で組まれたような家だったりするんですけど、もうひとたまりもないというような状況になるんですね。でここから、逆に5年経って国に戻れる環境が整ってないからこそ、ここを整備しなければいけなくって、あくまで仮住まいであってほしいのにっていう悲しさもあるんですけれども、そういう対策をしていかなければいけないくらい直接的に本当に命に関わるような環境で暮らしていらっしゃる方っていうのがいるんだなっていうのも直面しました。バングラディッシュは今年の夏は本当に洪水もありましたし、パキスタンで大きいのもありましたけれども、さっき見せたそのウェディングケーキモデルの、本当にこの気候危機だけじゃなくて社会経済というものがすべてつながっているんだよねっていう、その象徴するような写真だなというふうにも思います。中村さん、このシステムチェンジという言葉がですね、この気候危機問題に関しては言われてきたんですけれども、今ただ個人の価値観の変容もすごい大事なんだというようなことを中村さんがおっしゃっていたのがすごく印象的だったんですけれども、そのあたりちょっともう一回お話しいただけますか？はい、ありがとうございます。私自身鹿児島市の環境審議会委員をさせていただいてまし、おりまして、もう結構鹿児島市で自分は頑張っの職員さん結構頑張ってるなっていう印象がすごい強いんですよね。でもなんでこう進まないのかっていう話を聞いた時に、全然こうカーボンニュートラルという意識が広まらないであったりだとか、だからこうお金を下ろそうと思っても下りないんだとか、こう規制をかけようと思っても反発が強すぎるからっていう話であったり、こういかに私たちがこうずっとこう3年間システムチェンジ、私自身がすごい求めてきてたんですけど、こう導入しようってなった時に、やはりこう人々のこう意識っていうものがいかに最後の一歩、過程、こういう未来はあったとしても、そこまでこうたどり着くような過程まではやはり人々の意識がついていかないと変わってこないんだっていうのをすごいこう 1,2 年ですごい実感してきまして、先ほど江守さんもこう感じない人はいるとおっしゃっていたのは間違いなくて、だからこそ少しでもこう誰かがこう怒っているのを見たりだとか、誰かが泣いているのを見た時に笑うのではなくて、何かこう私ができなんで泣いてるんだろうって思ってこう寄り添ってあげることができる社会を作りたいっていうふうに、何かきっと隣の家族が泣いてたら絶対なんか声かけるじゃないですか、そういうような意識になって、それがこう広がっていければいいなっていう思いで、こう人々の意識が変わってくれたら、そしてそれがそう国境を越えた人々であってほしいなっていう思いも込めて、こう人々の意識が今後最終的な本当に気候変動解決っていうものを目指す上では突き詰めれば重要なのかなと私は信じています。なるほど、ありがとうございます。江守さんはこのシステムチェンジというところを逆にずっと訴え続けてきたような気がするんですけれども、なんか今のお話ってどうお聞きになりましたか？そうですね、いろんなレベルの話があるのかなと思っていて、
すごくなんていうかある意味で一つの答えっていうのは、はい、もう気候変動対策した方がいいから、例えばその再エネの方が儲かるから、うん、化石燃料よりもそっちが投資が行くっていう、まあ、そういうレベルの話ってのありますよね、はい、で日本政府もそういうレベルの話にはもう乗ってきているわけですよね。でもう一つ次に、ルールを変えると、はい、例えばじゃあカーボンプライシングを本格的に導入してっていう、なんか今ちょっとそういう議論になってきてますけれども、はい、ちょっと本当にどうなるか分かんないですが、そういうその、まあ、反対する人もいるけれども、やっぱりこれは大事だよっていう人の政治的なその、発言力っていうのは強くなって、それに賛成する人が増えてきて、はい、それで政治的にそっちの方向に行く、そういうルールができるっていう、そういうレベルの話っていうのはその次の段階としてあると思うんですよね。でそのさらにもうちょっと長期的な話として、はい、人々のその意識とか、まあ、教育みたいな話も含めて、なんていうんですかね、考え方がカルチャーがこう変わっていく、それによってそのいろんなことに共感できる人っていうのは増えていって、っていうようなところっていうのがもしかしたらあるのかなと。でそういうところ全部目指さなくちゃいけないんだけど、はい、僕の場合はやっぱり、割と以前特に強調してたのはやっぱりその気候変動時間がないので、うん、時間がないっていうことを考えると、とりあえずこれ儲かるから乗ってくるっていう人っていうのは、まあ、まずこうワッと出てきてもらったら、はい、まあ、その方がいいし、で、政治的に、まあルールが作れたらその方がいいし、まあ、そこは、まあ、できるんだったらある程度こう急いでやりつつ、同時にですね、その、人々の意識に訴えかけるみたいなことっていうのは、まあ、諦めないで続けていくっていうことが大事なのかなというふうに思いました、鈴鹿さんの話聞きながら。はい、中村さん今手挙げました。はい、ちょっと一つそれで、はい、なんかもしきっとそれもあってこうすごい今回のジャパンパビリオンって言って各国がこう宣伝のようなブースが設けられるんですよね。でジャパンパビリオンっていう場所にもあって行った時にいろいろな各国まだ全部は回りきれてないんですけど、見た時に日本だけすごい科学技術のセールスかっていうぐらいこうなんか一つだけこう技術のなんかこう宣伝する企業さんたちが並んでるんですよね。他の部分場所ってカルチャーであったりだとかをこう宣伝したり、はい、こう思想というものをこう宣伝したり、自分たちのこう森林伐採再エネの導入みたいな部分なのに、こう新技術っていうものをすごい出してるのがこう印象的で、この意識がちょっとこう他の各国と違うなっていうのもこのパビリオンを見ていて各コップの中では感じてます。なるほど。それはいい意味で感じてるってことですか。なんかちょっと話を聞いていてこうこれあなたの例えばこう英語で話してはいるんですけど、はい、こう自分のこの国にこの技術どう入れないお金どうっていうふうに聞いてるのを見て、あこれが気候変動対策の現実だっていうのをなんかすごい感じてはいます。でも私もその隣 の, イベント会場があってそこでジャパンパビリオンで主張はするので、そこでいかに企業さんたちに質問をズバズバできるかをちょっと今考え中ではありますね。はい、ビジネスによるシステムチェンジが行き過ぎてしまって、一方でその個人 の, この価値観とか行動の変容が追いついてないのかなっていう気が今なんかお話聞いていて感じましたけれども、ちょっと本当にお時間だということで辻さん最後感想をいただけますか。そうですね、やっぱり先ほど江森先生からもお話ありましたけれども、はい、システムチェンジやっていかなければいけないところって本当に多種多様、大きなところからもう川上から川下までいろんなところにあると思うんですけど、はい、もちろんそこに働きかけるためにロビング活動してみるとか、あるいは SNS で発信してみるとか、そういうことももちろんできると思うんですけど、なのでそれをこうぼーっと待っているだけではなくて、そこへの呼びかけっていうのもしていきたいなと思いつつ、さっき先生がおっしゃってたことすごく印象的で、はい、本当はみんなが意識を持ってみんなが共感してみんなが行動できる社会というのがベストだと思うんですけど、それぞれ日々の生活があったり大事にしている価値観が違ったり共感しうる部分が違うというのは、はい、いたし方がないところで、うん、全てにおいて万能で全部やれる人なんていないので、実際今もこうやってエジプトから発信してくださる方がいるから私たちもこうやって情報を得られるので、はい、本当に活動家で大変だし疲れるんですよね。変わっていかない現実とか壁にぶち当たることもたくさんあると思うので、心が
折れかけることってあると思うんですけど、あの周りの人たちと連帯しながらあの進んでいくことに意味もあると思うので、あの精一杯鈴鹿さん含めあの環境活動家の方々サポートしていきたいなと、あの改めて思った次第です。はい、ありがとうございます。この本当にあのシステムチェンジの芽っていうのはたくさん芽吹いてきた今だからこそ、その芽をこう育てていくっていうところに、あの個人のやっぱり価値観行動変容っていうのが大事なんだっていう点、改めて訴えていきたいなと私自身も今日あの改めて強く感じました。はい、明日はですね第2夜目ということで、今日もあのこのルールメイキングの話も出ましたけれども、ルールメーカーに多様性が大事なんじゃないのというようなお話をしていきたいと思います。ちょっと今日時間を長引いてしまって、あの熱いトークが繰り広げられましたけれども、明日もまた熱いトークが繰り広げられるんじゃないかなと期待しています。今日ご出演いただいた江森さん、そしてエジプトからご出演いただいた中村さん、辻さん、本当にありがとうございました。中村さん、気をつけて取材活動を続けてください。応援してます。応援してます。それではまた明日。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。